駅ホーム、滝山駅は、兵庫県川西市滝山町にある、野瀬電鉄明県線の駅。駅番号は、NS03。単線時代は一面一線の防線駅であった。相対式二面二線のホームを持つ、地上駅。改札などは山下方面行きホームの南側に、設置されている。改札口から川西の瀬口駅方面行きホームの、行き来は、 地下通路によって行われる。改札からは山下方面行きのホーム M4 段の階段を昇降する必要があり、エレベーター等は設置されていない。そのため、踏切の両側に、ホームに直接入ることができるスロープが設置されている。トイレは改札口を入ってすぐの場所にある。山下駅方面行きのスロープに入ってすぐに車椅子対応トイレも設置されている。 ただしスロープの入り口には扉があり、スロープを利用する場合はインターホンでの申し出により遠隔操作で会場を行う。野瀬電鉄全線の中でも特にこの駅はホームが湾曲しており、ホームと電車の間に広い間が空くので注意を要する。ホームは6両分の有効長があるが現在は4両編成の列車しか停車しない。そのため列車は 川西の瀬口駅行きホームでは北寄りに、山下駅方面行きホームでは南寄りに停車する。両ホームには待合室が設置されている。乗り場番号は設定されていない。周りには住宅地がある。幹線道路である、兵庫県道12号に近いが、駅前すぐを通る道路は、自動車の行き違いも困難な狭い道路である。ABCDEFGHIJKLM。 兵庫の鉄道全駅私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、143ページ。ISBN 9長7843億4300万6745。川西市統計用欄令和元年度番号から4。乗せ電鉄市内各駅の1日の乗降客数。風雪60年のせ電気軌道株式会社編。 1970年139ページ。野瀬電鉄80年市野瀬電鉄株式会社。1991年218.371ページ。ありがとうございます。